ここで、それでは決勝戦に行く1人目決めたいと思います。ここ4です、4です。発祥戦で4本になります。それでは行きましょう。先行カイザー高校ソルジャー発祥戦で4本 DJ ピューシーピザピー。久しぶりだな、こうやって向き合うのは。あの時は確か勇士はなってね。バトンの空気を思い出しながらフロッケを折れないように染めてやる。アンダーグラウンド偏見ばっか持たれてる音楽の上で一筋の希望が見つかった時に生かしたマーメンでやっと空気入ってるぜ。だが今日はあんたにあんたの色を染め上げるフロットで一本タギングで終わらせるぜ。いや決着をつけに来た。あのバトン、あれは延長戦上発展途上、お互いソウルはつながってる。デモチキンも交換してぶち上げてる。曲も作ったらお互いの街がぶち上がるだろ。そういうやつを求めてるよ俺は。よでも俺もヒップホップだからな。お前が飛ぶしたタグの上で本発タグタグって、ね、だからこそスプレーキャラまるでクロスマリで中塗りで完成、ね、俺たちは生き様と共にアートとリリックとタギングを残してる。え、よ、確かに大阪にもお前の色と俺の色が確実に残る。これが結合して融合して黒一色で答えが出るならヒップホップは簡単よ。だが何度も落とし続ける。高い壁はいつだって現れる。それを超えていける。俺のファイブ、そして自信がある。人生何周目か知らねえ。23周目の周回で発射をハイアンドローされる。だが闇へと繋がって変われる。でもお前も B-boy なんだろ。壁は登るんじゃねえ。しっかりとぶち壊せ。奈良県の教えだぜ。馴染みついたミュージックスレエッセンジルド。破壊と再生、脳が響いたビート上何を奏でるのか。え、じゃあ俺はしっかり魂やと心臓で。だってこの街マイクの一刀流、マイクの一刀流。なんかペンも使える、スプレーも使える、まるで三刀流。ジャパニーズカルチャーで到来踏み、今日はチャンピオンベルトで腰巻き。全て大きさが打ち込みに来た。このファイブとあんたが止めれるか。さらにはピカップ無論間違いねえだろ。両玉でもやっべえ、俺もやっべえって。だから少年、まだまだ少年。でも少年は腐っちゃねえ真正面。見ながらここに来てる。お前と武闘宣言二面性あっていうのが両エレメン。分かるだろ意味が。え、今日3エレメン4エレメンいろいろある。それも間違いなく。でもやっぱマイクで16小節が勝ち。一瞬期に少年から大人に変わる。リズム曲一つで作品に変える。俺らはその可能性を持ってる。 CD、A 面、B 面別も感情で聴け。内部心臓までぶち込む。これは好奇心、それが破裂するとこ。奈良と西東京最高の男、ディメンションショットよ。終了。最高のバトルだからこそぜひみんな声出せるだけ書き出して全力で判定お願いします。いきましょう。先行カイザー、高校ソルジャー、勝者ソルジャー。これでソルジャーと一生いっぱいなんで、そろそろ本発どっかで、次は奈良かもしれんし、西東京でちょっと借りは変えさせてもらいます。イエーイ。いっぱいエントリーで久々に大阪遊びに来ました。イエーイ。めちゃめちゃやっぱ大阪は田舎いし、いろんなかっこいいね張ってる MC がおるっていうのは見ててもわかるし、友達からも聞くし。イエーイ。その分俺も奈良の街愛してるからこそ大阪にも負けてられへんし、やることはやってきます。まあ一応ちょっとだけですけど、俺も1000円の EP 持ってきてるんで、よかったら買ってください。あとはワイヤーになって遊びましょう。バイバイ。